私の司会としての権限をですね尊重していただきたいと思います。バスビーさん、それではどうぞ。だから、詰まるところは考えているよりも悪いということなわけです。で、人々の被曝というものは核実験から始まるわけです。こちらはあらゆる国のがん発生率の 30% を増加しました。で、大体6000万人がこれによってがんを発生させた、がんになったわけです。それから先天的な危険なども増加しています。で、リバシーさんがこれらを止めるためにこのようなことをやらなければならない、地球がこのような危機的な状況に陥っているとおっしゃっているわけです。だからといってもこれらの我々が話をしている WHO とか IAEA とか38条グループですとか、この人たちに何かを言ったかといって耳を傾けてもらえるわけではないわけです。人々が求めているものとやられることというのは全く別なものわけです。我々は今最悪の公共衛生スキャンダルのただ中に我々はいるわけです。それなのに我々は何もできないようなわけです。私はまたこれから話をしますのでそれほど長くはかけませんけれども、2つ必要なことがあります。一つは資金が必要です。独立した研究のために資金が必要です。独立な研究というものが今されていません。そして私の同僚のユリーさん、バンドシェフスコーさん、私、それからそのような人たちは、ほんの独立した研究者というのはほんの一握りでほとんどお金をもらっていません。設備も持てません。測定もできません。で、こういう人たちの方に地球の生命というのが実はかかっているんです。ですから、もっと若い人を若い人たちをに教えてどのようなことを学ばなければならないか。我々研究者としてだんだん年を取ってきています。で、だんだん飽きてきてですね、魚釣りに行きたいなと思うようになるかもしれないわけです。それが一つ目。それから二つ目というのは法律を作るということです。私は専門家の証人として裁判を非常に大きな裁判所、何百万ドルもの賠償が関わる訴訟に勝ってきました。これらの裁判というのはメディアの関心を受けません。というのは、こちらは話し合いで、こちらの方は仲裁されてしまうからです。ですけれども、とにかく人権司法制度などからを通じて使うことができます。で、これもう少し後でお話をしますけれども、とにかく皆様に申し上げたいのは、非常にこれは深刻な状況で無視できないということだけ申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。的な研究で何ができるかということです。で、疫学的な研究で皆さんができることに関してお話をしたいと思いますけれども、同時にその私のスピーチを2つに分けたいと思います。後半では、本当にできることというものをお話しします。私はたくさんのこのような会議にこの20年間参加して招待され参加してきました。で、みんな合意されしているのは非常に悪い状況だと。で、みんなが毒を盛られていると言われているんですけれども、だからといってもそれを阻止できていないわけです。まだですので、アプローチの方向を変えました。この核産業を止めるという戦略を立てました。で、
今日発表させていただきます。皆様の中のできるだけたくさんの人に このプロジェクトを助けていただきたいと思います。特に NGO のリーダーの方お願いします。この中ではたくさんのそのような NGO のリーダーの方がいらっしゃると思います。そのような方にこの核産業を打ちのめす助けをしていただきたいと思います。実際のプレゼンテーション、すみません、ちょっとスライドに関して、スライド、正しいスライドが出ていないようなんですが、少々お待ちください。ジュニーバエピ、there you are, that one. Okay. こういう技術的な問題というのはいつも起こりますね、どの会議でも。とにかく私が申し上げたいことは、国際的なルールや国際的な合意というものが人権に関してあります。欧州では欧州の人権宣言というものがあります。で、この中に人権と環境というものがあります。欧州では、実は欧州では被曝の管理というものはユラトム安全基準、1996年に開発されたものに基づいているわけです。私はそれに参加しました。で、こちらの指令を他の科学者とともに欧州議会でグリーン党の他の議員とともにアドバイスをしたわけなんですけども、このグリーン党の議員にこちらを 法律にすることをやめなさいとアドバイスしたんですね。ですけれども、この指令の中に実は爆弾が入ってるんです。で、指令の中で条約がありまして、新しい科学的な情報が指令が法律化された後で出てきた場合には、自動的にあらゆる原始的な慣習を再評価しなければならないということが、この項目によって言われているわけです。1996年のはもう昔のことです。それから何百もの科学的な文献が発表されまして、このユーラトム指令のこの科学というものがですね、もう適切ではないわけです。何百ものの科学的なペーパー論文が発表されました。で、こちらの方は IAEA ですとか ICRP ですとか全て無視されています。 ICRP のリスクモデルはチェルノブイリのことに全く言及していません。チェルノブイリからのデータというのは全く無視されているわけです。ですけど、無視することはできないわけです。このユーロアトムの基本安全、基準での枠組みの中では無視することができないはずなんですね。新しい証拠ができて出てきた場合には、これがどういうことを意味するかというのは、まずどういうことを意味するかというと、あらゆる欧州の個人というのが欧州議会に参加することができるわけです。あらゆる問題に関して。で、こちらの嘆願委員会というものがありまして、この嘆願を見るべきかどうかというのをまず評価します。ですから、人々が書簡を送ってつまらないことを嘆願してもいいんですね。欧州議会は、もしくは欧州委員会が、私の猫が病気なので、それの支援をするようにして嘆願したいということもあるんですけれども、十分、たくさんの人が嘆願の書簡を送ればですね、何か行動を取らなければならないということになっています。それは欧州の 法律です。ですから、この部屋に座っていらっしゃる皆様、そして皆様がご存知のあらゆる NGO、 それからおじさんとかおばさんとか誰でもいいんです。で、私のディエトリエトマーさんに彼女 のコンタクトディテールをお渡ししますので、皆様が同時にこのような嘆願、欧州委員会の嘆願委員会にこのような嘆願の津波を送りたいと思っています。
これによって欧州の放射線保護に関する欧州の方の再調整を嘆願 したいと 思います。それが一つです。それから二つ目のやれること、そって やってほしいことなんですけれども、それは嘆願書ですね。それぞれの国の原子当局ですね、ドイツではそれドイツですとかスウェーデンとか英国とか、それぞれの、放射線防護当局というものがあるわけです。このユーラトム指令のに基づいて、この放射能のリスクモデルを再評価することを嘆願するわけです。チェルノブイリの1996年以降のデータに基づいて、その再評価しなければならないんですね。それでノーと言われるかもしれません。ノーと言ってほしいんです。で、それにそれでノーと言われたらですね、欧州の人権、裁判所に持っていきます。で、そこでは科学者とかが、座ってるわけではありません。そこでは、裁判員がいますので、我々が言ってることは全て真実なわけです。で、我々の論理というのは突き崩すことができないわけです。ですから、このようなことをぜひやりましょうということで、本題に入りたいと思います。あともう5分しかないと言われてしまいました。まあ、じゃあ急いで頑張りましょう。あは、That's got you.これはデータなんですね。あ、実は誰かがこれを記録しているから、そんな早く言ってもらってはいけないと。で、このような記録を裁判所でもう一度検討することができるということですね。じゃあ12分あるということですね。12分あれば十分かな。それではこのプレゼンテーションに入ります。いや、12分ではないです。5分です。5分ですか？このなぜ疫病学なのかという、この疫病学なのかということなんですけれども、こちらの方はがん登録簿の統計値を当てにできないわけです。1991年から欧州のがん登録簿はあらゆるデータ を小地域に関して、特に原子力の近くの小地域に関して公表しないと言ってきております。で、我々が例えば空を飛んでるとします。で、我々ある宇宙船に乗って、空を飛んでるんですけれども、その病気、人々が病気かどうか、我々が正しい方向に飛んでるかどうかというのはですね、その測定器が全部、測定器が全部カバーされているのでわからないわけです。とにかく1991年に大きな戦争がイラクでありました。で、その後で、まあ、その際にはウラニアム武器の兵器が使われたわけです。で、人が死んだり、子どもたちが先天性の奇形を持って生まれたりしたわけです。ですけども、2010年に初めて、疫病学的な調査を行ったんです。当局というのはデータを公表しませんでした。で、疫病学的な調査も誰も行いませんでした。私は司会者を驚かせたくないんです。実はですね、この疫病学的調査というのは簡単にできるんです。難しい、疫病学者ではないからできないと言ってるんです。実は誰でもできるんです。人のところ、人の家を訪問してですね、何人ががんにかかってるかということを調べればいいんです。この疫病学の父スノーという人はですね、ロンドンで人それぞれの家を訪問して、コレラにかかってる人は何人ですかということで、コレラの病原がある汚染された水源だったということを突き止めたわけです。で、その当時彼は人々に信じてもらえなくてですね、若死にしました。けれども、実は疫病学の父だったということが最近、分かったわけです。で、我々のが研究結果などをお見せします。で、エセックスに関する乳がんの率なんですけれども、原子力発電所の近くではこのように
多くなっているということが見られるわけです。これはもう一つの研究で、アイルランドの軍とともに行ったものです。これは北アイルランドで行いました。こちらの方はカーリンフォールの沿岸、アイルランド海の沿岸にある原子力からの汚染泥による汚染泥と、それからがんの罹患率ですね。この海の近くで泥が汚染されているところにがんの発生が高く発生しているわけです。でこちらは メートル単位です。でこちらは海のしぶきがですね、放射能のプルトニウム を空中に浮遊させて、それが吸入されるということなんです。でこれの調査はですね、人たちの家を一つ一つ訪問して行いました。ですのでこれをどのようにしたらいいかというものを、このような私の文書に書いてあります。何歳なのかとか、性別かとか、そういうものをして、で簡単な計算をするとこのような結果をして、このがん発生率が高いのか低いのかということが見極められるわけです。最も有名なのはウェールズの原子力発電所の調査だったんですけれども、でこのテレビ局の人たちが人々をインタビューして研究をしました。でこちらが その集団の内訳です。ランフェスティニオクというですね、この上の方なんですけれども、こちらの方で風下の人のがん発生率が非常に高いことが見られました。ということは、これがどういうことかというと、皆様ご自分でできます。で特に日本でできるのは、福島のあたりでは必ずこのようなことをやられることをお勧めします。そうすれば現状をつかむことができるわけです。この福島のアンケートを日本語に、このアンケートを日本語にしましたので、福島でもぜひ使っていただきたいと思います。で、さまざまな NGO でがん発生率がどのようなものなのかということを、これを使って発見してもらいたいと思います。それからでこれの結果を得たら、すぐにメディアに持っていってください。でメディアはすぐにそれを発表します。で、まあ、いくつらかコンピューターも必要があるかもしれません。でよりこの研究、それからこのアプローチに関して知識を得たい方はですね、グリーンオーディット、それから私に連絡をください。できるだけ、お助け、特に数学に関する、学位を持たなければならないとか、そういうことではありませんので、できるだけお手伝いをさせていただきたいと思います。我々は地球の真ん中に立っていて、我々がその何で周りで何をが起こっているかということを見切るためには、そこに立って周りを見ればいいんです。ところでちなみにこれは私の娘の写真で、今彼女はもう18歳になっています。ありがとうございました。放射能リスクの欧州委員会の委員会というのは、さまざまな、まあ、スウェーデンの研究でこのリスクモデルが、この ICRP のモデルが おそらく400倍ぐらい間違っているということなんですね。ある程度の被曝の後で、がんを発生する率がですね、 ICRP は400倍ほど間違っているわけです。疫病学的何が起こっているのか見るためには疫病学というのがあります。こちらの本のコピーが外で売られていますので、もしどなたかご興味がおありの方はこちらを買えるということも、買える形もなっています。